はい、こんにちは。生態転移無法の谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日の話なんですけども小顔マッサージで、筋肉を、ほぐしていくわけですけども、最近ね、YouTube 見て来ましたって言ってね、お店に来てくださるお客さん、ちょこちょこ増えてきたんですけども、前からね、月に1人、2人はおられたんですけど、結構今月ちゃうわ、もう5月なんで、4月とか4人ぐらいね、来てくれてはったんですけど、僕のね、紹介してるマッサージをやってくれてるんですけど、どうもやっぱりね、うまくいってないというか、あ、ごめんなさい、ちょっと花粉症で喉がやられてて、声ガラガラかもしれないですけど、ごめんなさい。はい、やっぱりね、動画じゃね、伝わってない部分がどうもあったみたいで、やっぱりね、それが力加減なんですよね。はい、で、いろいろ話を聞いてみると、やっぱり力を入れすぎちゃってる人が多いなということが分かりました。はい、力を入れすぎちゃってる人が多いと。はい、例えばこのエラの筋肉ですね、広筋という筋肉をこう動かしたりとか、こう触るんですけど、これがものすごいこう力んじゃったりとか、ガーッとこうやりすぎて、こう、なんていうんですかね、押し込みすぎちゃってるとか、やっぱり筋肉を触る感覚っていうのが分かってないままに、いきなりやっちゃうとそうなっちゃうのかなと、ちょっと考えてたんですよ。要はこうやりながらもちろん分かっていくしかないんですけど、初めてね、そういう筋肉がむくみとかたるみの原因なんだと、それをほぐしたらいいんだというふうに分かったと、ね、この YouTube に出会ってそれが初めて分かったと。そしたらどうやってやろうかなってなった時に、今までそんな筋肉とか意識したこともなかった人がいきなりやるとどうもうまくいってないということでまず練習をしてもらったらいいんじゃないかということを思いついたんですね。はい、要は顔の筋肉を触る前にどっかの筋肉で練習したらええんちゃうかと思ってちょっと考えてたんですけど、この母子球で練習するのがいいんじゃないかと思うんですよね。はい、これを自分でこういう感じで動かすんですよ。こうコリコリするじゃないですか、筋肉の。ここに繊維があります。これ何やったかな、タンボシクッキンやったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、ここの筋肉をね、こう動かします。母子球の筋肉を。でこれで筋肉を動かす感覚がこれ慣れてきたら、それをここでやると、もう一回いきますよ。これ母子球の筋肉をこうやって挟んでこう動かす。でここが動かせない人がこっちを動かすのは難しいです。母子球の方がだいぶやりやすいんで。はい、なんで一度ね、小顔の方のマッサージがちょっとうまくいってないんですよね先生という方がおられましたら、一回ちょっとこの親指の母子球で練習してみてもらってもいいですかね。はい、でこれでやってから、あ、こういう感じで筋肉って動かすんやなってこれ分かってからこっちに行くと。そうしたら結構こう、なんていうんですか、つかみどころが分かりやすいというか、コツをつかみやすいんじゃないかなと思います。はい、今日のコンテンツは以上になります。まず顔をやる前にちょっと母子球で練習してみようという話でした。はい、力加減をねちょっと練習してみてください。はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録までの方は、こっちですね、この辺に出ている、ボタンを押していただいて、はい、またね、小顔マッサージ、よかったらぜひこの YouTube、お友達にも紹介してあげてください。よろしくお願いします。それでは失礼します。